コンカラー級戦列艦は、イギリス海軍のスクリュー推進101門一等戦列艦。コンカラー級戦列艦は、1852年に二層101門の一等戦列艦として、設計されたが、当時は建造中の半層戦列艦の多くが、スクリュー推進を併用するように改造された、時期であった。コンカラー級の二隻も、コンカラー及びドネガルもスクリュー推進として完成した。 両艦ともに海峡艦隊に配属され、後にはクリミア戦争に参加している。また1861年のフランスのメキシコ出兵の際には兵士の輸送に協力した。その途中、コンカラーはバハマ諸島のラム系で難破した。機械類や搭載砲の多くは引き上げられた。1860年代に入って、 ウォーリアのような装甲艦が収益し始めると、それまでの戦列艦は時代遅れとなった。ドネガルは監視艦として現役を続け、その際南北戦争の最後の投降兵を保護している。1886年に廃艦となり、バーノンと改名され、魚雷学校の一部として使われた。1923年には施設が陸上に移り、 1925年にドネガルは解体された。ありがとうございます。